最初に中村初段が星と桂馬に小目に打ってかかりました。普通は下にかかるんですけれども、上にかかりました。このようにしてこうなって、まあ二間にしまりましたけど、まあここを打ってから二間にしまるのはそんなに多くないんですけれども、普通はこのような感じで、まあ、こんな感じで打つのがまあ普通なんですけれども、まあアルファ株はこのように打って、まあこういう手を打ちまして、まあこう打って、こう打つのがまあ不思議なんですけれども、まあアルファ5定石なんですけれども、これはまあこういう手があります。まあ今はまあ私たちこれまあみんなよく知ってますけれども、まあこのようにまあこれがアルファ5の5だということです。ちなみに、まあ、このようにまあ挟みましたけど、非常に強力にまあ挟むっていうか、まあ、普通もうちょっと遠くに一間遠く挟むとか、低く、あるいは、まあ、あるいは高くこのように挟むとか、さらに強力にこっちに迫りました。この石が厚みなのか弱い石なのかっていうことなんですけれども、まあパイ初段はこれを弱い石と見てるわけです。まあ2間飛びましたけど、まあ普通だったらこっちに2間飛ぶのが多かったんですけど、こっちに打ったらここにつけるとか桂馬に打つ手がちょっと迫力がありますので、でもこの手は何かって言ったら、この石を挟んで攻めるという意味が強いです。こっちには影響は少ないですけれども、今こっちよりもこっちの方が重要だということですね。そこで桂馬に締まりました。ここまではまあ普通のまあ定石なんですけれども、ここまで14手なんですけれども、まあここで星に打ちました。まあ肩をつきましたけど、このように打って飛んで、まあ肩ついても別に可能ですけれども、まあいろいろあります。ここはどのように打つかは、まあその時その時の状況によりますけれども、まあ最初に肩をつきます。こういったら、まあこう飛んで、まあ結局は同じ形になりますけれども、こっちに上に伸びました。これ飛びました。まあここにつけて、まあ渡るのは簡単です。まあこれはちょっと成立しませんので、このように2子を取られるのはちょっと大きいですから、まあ、ついでこの1子を取れればいいんですけど、この飛んで飛べば、これを取れればいいんですけれども、このように出たら逆に黒の方が弱い石になってしまいますので、これはおかしいです。ここで、まあ、つけた時にこの形は、まあ連絡すれば、まあこれは黒はその弱い石なのか、まあその活用なのかということなんですけれど、まあここでここに大ゲイマーに打つのがまあいい手で、ここにつけてますね。これが先手になって、またこれが先手になって、この辺りは全部先手になりますので、ここに打つのはいい手なんですけれども、問題はこういうところに1個石があればいいんですけれども、ここに石があればですよ。でも何にもない時ここに打つのは、単にそれは割り打ちの意味ぐらいしかないですので、まあここに2間開いたりとか、まあできますから、ここでちょっと得をしようとして中村初段をこうつけました。ここでこう三々に受けたら、このように伸びるのが押すのがいい手で、このようにこう手を抜くことができないで。でですよ、こう当たりを打ってこうなってこう突き抜かれてしまいますので、ここがカケツギの形になってますので、こういうのが非常に気持ちがいいです。まあこのようにこれが先手なので、こうなったらこの姿勢が非常にいいということです。このつける手がいい手だっていうことですね。そこで反発しました。切りましたけど、この時が重要なんですけど、このように伸びたら、これはこのようにこうついで取らなければならないんですけど、まあ、このように迫ったら、ここを先手で処理できたら、この石を攻めることができます。これは非常にいいですから、いい形ですから、さっきのように大ゲイマで迫るよりもこっちの方がいいですから、そこで
この状況で切った時に白がこのように当たりを打って押さえて、まあ2子を取りに行ったんですけれども、問題はこれ、この形になった時に一つちょっと問題点がありまして、それは中村初段がここに出ましたけれども、この出る手が成立してしまうんです。さっきは無理だったんですけれども、今はこっちの当たりが、ここはもうポン抜かれるわけにはいきませんですから、そこで継がなければならないんですけど、当たりを打ってこう打った時にこの3子が取られてしまいますから、これは話になりませんから、この出る手が成立してしまいますから、まあここで白はこの出る手をなんとか対処しないといけないんですけど、そこで下がりました。でここを下がって、これは無理ですから、そこでこう伸びて、ここに桂馬に飛びましたけれども、この桂馬に行く手はもうちょっと考えないといけないのは、白はパイ初段は普通にここに桂馬を打ってればよかったんですけれども、なぜかといえばここにこう打った時にこう当たりを打ってこう打ったら、単にここ当たりを打ってばここに実利を稼いで、まあここ貫かれましたけど、どっちみちここ右の方が空いてますから、このように打てば実利が大きいですから関係なかったんですね。ここまでやってしまったんです。どっちみちこれできると見てやったんですけれども、損がないと見て、まあ地でこうで十分だと見たわけなんですけれども、これが錯覚でした。というのは、こう当たりを打って、ここに当たりを打つ手が成立してしまうんですよ。ここまではちょっとまだ分からなかったみたいなんですけども、ここを伸びた時に白は受けないわけにはいけないんですけれども、まあ本来は白はここで当たりを打つチャンスがあったんですけれども、まあこう言ってしまえば、まあでもこれ隅全部取られますから、これはダメだっていうことなんですけれども、こう伸びる手が成立してしまいました。パイ初段はここで、中村初段がここで決定、まあその決め手を打つっていうことは分かんなかったみたいですね。ここで押さえて、これはこうなったら攻め合いが負けてますから、ここに打つ手が成立してしまうんですよ。ここでどういうことかって、抜いたらこれ跳ねた時にこう打って、これは攻め合いで負けるっていうことは、これはもう誰でも分かりますけれども、でもその倍初段の考えはこう跳ねたら、結果的にはここ抜かなければいいですから、こう跳ねたらこう打って、この程度にまあ絞りぐらいだと思ったみたいです。まあですから、まあここでこういうふうに打ったから、別に結局黒が弱い石ですから、生きてないですから、この程度だと見てたわけです。しかし中村七段がここですごい妙手を打ちました。ここでまあ攻め合いの妙手なんです。こう一線に下がる手が妙手だったんです。これをパイ初段は見てなかったみたいです。これ43手目なんですけれども、これどういう状況かといえば、さっきのように攻め合いでいけばこれは一手分取ってしまったら、抜いてしまったらこれは攻め合い負けますけど、もし黒がここを継いだらこのようにいけば、これは白のが攻め合いが早いんですけれども、ここ跳ねたらこう出て切ってしまえば、結局継いだ時にこういって入れないですから、抜かないとならないんですけど、こうなったら全部死んでしまいますから、結局中村七段がここに下がった時に跳ねた時に出て押さえたら、これをこうなったらもう、なすすべがないんですよ。まあ、継いだらここを切ればいいですから。そこで中村八段がここに、まあ、安全に一間飛んだら、これがこの49手目でパイ初段は投了しました。パイ初段は非常に台湾の中では有力視されている選手なんですけれども、
その選手を49手で KO してしまいました。